メホリです。第1回目のビデオブログのテーマはこちらになります。お、何ですかこの集まりは。偶然ですね。おっと、奇遇ですね。奇遇ですね。まさか代官山蔦屋で。これは一体、え、サンダーバード、サンダーバードの世界です。すごい、すごい。これはテスラじゃないですか。とんでもない車を見つけてしまった。ガルウィングで開いちゃいますよ。どうしよう、どうしよう、どうすればいいんでしょうね。乗るしかないですかね。野間さん、これは乗るしかないですね。というわけで、テスラの新型 SUV モデル X の体験試乗をしてきましたので、そのビデオリポートをしたいと思います。こちらミスフィットの田中さんの個人車なのですが、了承を得て撮影しています。とにかく大きいわけなんですけれども、止まっている時にですね、目を引くのが何といってもこの両側の、ファルコンウィングですよね。こちら写真に写っている武者さんは結構背が高いはずなんですけれども、こんなにスケールがあります。でもこれでも両側30センチあれば、ボタン一つで開閉できるという、そういう仕組みになっているんですね。というわけで、自動運転が何といってもこの目玉のこの車ですので、それを体験するためにまず首都高に向かいました。こちらのモデル X、バッテリーの容量次第でいくつかモデルはあるんですけれども、スペック値で容量 100kWh のモデル P100D の場合、565km 走行できるようになっています。先ほど野間さんの加速でも片鱗が見えたんですけれども、デュアルモーター 4WD で0から 100km まで約 3.1 秒で加速するというパワーを持っています。テスラといえば電気自動車ですし、あと自動運転なんですけれども、このモデル X には完全自動運転対応のソフトウェアが搭載されています。8台のサラウンドカメラ、250メートル先まで見通す超音波センサーで、2台先の自動車まで見通しています。この日はかなり激しい雨だったんですけれども、ちゃんとね、ここで見るように首都高のラインを認識して、自動でハンドリングをしてオートクルーズをしています。駆動して充電してるかな。微妙にこのこれ先に挿しちゃいけないって、お前は USB ケーブルか。青くなった。ね、また青くなった。ダメだと。ダメ。ネゴシエーションしてたの。プロトコルエラー。よく
というわけで私もこの後乗せていただいて、運転させていただいたんですけれども、まずですね、かなり大きい車ですね。普通の自動車だ、駐車場だとなかなか止まりませんので、行き先の駐車場を考えながらじゃないと無理だっていうのが、これさすがのアメリカ車ですよね。あと石谷さんも話していますけれども、自動運転といってももちろんハンドルに手を乗せてないといけないので、その時車の側がハンドルを持っていく感触というところに、このソフトウェアの特徴がすごく感じられるわけですね。乗っていてすごく目立つのがこちらの液晶パネルで、テスラ版の Google マップで、音声検索で行き先を指示することができます。あとカメラで背後が常に見えていますので、視界はかなり良好です。実際に運転してみた感想としましてはですね、回生ブレーキがものすごく効いているので、少しでもアクセルから足を離しますとグーッとブレーキがかかって、それで充電が行われているのが体感できるという、そんな感じです。自動ハンドリングについては、正面パネルにテスラがちゃんと車線を認識しているかどうか、周囲に車や物とかそういうものがないかどうか、センサーのフィードバックがリアルタイムで表示されてますので、車が周囲を認識して考えて、そしてハンドリングしているという様子がすごくこう伝わってくるんですよね。それがすごく刺激的でした。アダプティブオートクルーズに関しては、車間と速度をこちらを設定しておくと、自動で速度の範囲内で前の車につけて、でその車がいなくなるとこうスーッと加速して次の車の後ろにつけるまで自動で進んでくれるという、そういう機能になっています。とにかくですね、自動運転をしていると、今まで自分が車の目と耳になって、ほとんど全ての認知能力を車に捧げていたんですが、その多くの部分を車が代行してくれるわけで、運転していてこの脳がフォーマットされ直せしているような、このそういった感覚を覚えました。むしろこれ乗馬に近いのかもしれないなと思ったんですね。馬ってのはね、歩く走るという行為の結構な部分を受け持ってくれていますから、人間は周囲を見たり別のことを認知能力に使えるわけですね。田中さんはカーブが曲がるところなどはハイテクに対して信頼して命を預けられるかというハイテク肝試しなんておっしゃられてましたけれども、私はね、すごく信じられる、結構信じられて、少なくとも自分の限られた能力よりは信じられるんじゃないかなと思いました。この後ですね、ファミレスに泊まってちょっと食事なんかしてたんですけども、ファミレスでもね、このようにちょっとはみ出して2台分使わなきゃいけないぐらい、結構大きな車なわけです。車内は3列で7人ほど座ることができますし、このようにインジケーターの中にね、どれだけ電力を使っているのかと、どれだけ効率のいい運転をしているかといった、そういう表示も出て、とにかくハイテクな、車になっています。まああれですよね、これがいきなり都内を走ってたりしたらなかなか驚くわけですけれども、このテクノロジーの塊で、本当に面白い車だなというふうに思いました。またね、晴れてる日とか、ちょっと遠出をしてみるのはどうなのかなということで、田中さんにぜひ、乗せて、もう一回乗せていただければなと思っています。はい、ということでテスラモデル X の紹介でした。ということでテスラモデル X のリポートでした。1000万円以上するらしいですね、テスラモデル X。田中さんはこのために、駐車場の改築もしていまして、電源工事もしているということで、本当にもうやるところまでやるっていう感じの、凄まじさを感じます。今回ね、ビデオブログ第1回目だったんですけれども、これから文章だけじゃなくて、こうやってビデオで伝えられることはビデオでも作っていくという、そういうことも、試していきたいなと思っていますので、何分素人なので、編集の仕方とか見せ方とかもこれからまだまだ学んでいこうかなと思っているんですけれども、
もしよろしければあの YouTube チャンネルの方にも登録していただければ、新しい動画が上がってくると、すぐに通知が送られてくるかと思います。ということでまた次回お目にかかります。それではまた。